こんにちは、速塾の久保です今、ポストを見たらこの本が届いてましたね。カルダノの書籍でございます。結構薄くて、スパッと読めそうですね。字も大きいわけでもないですし、えー、そんなにね、専門書みたいな、なんか、論文書くようなものではなくて、ほんと手軽に気軽に読めちゃうような感じなんで、あのー、もしね、まだ手に取られてない方は、暗号通貨に興味のある方は、これをね、必ずご購入いただいて、 読んでいいいたただきたいと思います、まあ、私もねこれ読みながらいろいろとレビューをしていこうかと思います結構ねこれパパパッと見た瞬間分かりやすくまとめられてしかも大事なことが網羅されてるなというふうに感じましたまあでもねこれね著者の方がもう信用を受ける方ですんでね間違いないかなと思うんですよ「弊、えー、社エーダ研究会エーダを世界に広めるための研究会日本のエーダ投資家に向けてエーダに関する 情報発信やコミュニティ運営などを行っている東海はエダ所有者の投票の結果賛成多数を得て資金調達を行い運営されているということですねいいじゃないですかとってもこれ是非ね「体のエダこれにおいてこの世界を救っていこうと思う方はちょびっと協力してみてください体のエダの購入方法は今となっては非常に簡単です日本の暗号通貨取引所 ビットトポインジャパンをはじめとするところでも積極的に購入することができますまあ今ね価格は70円台前半から後半に移行するとこだと思いますけどももともと0.2円ぐらいだったんでカルドネーダが上場してねどんなインパクトをもたらしたかこれぞ暗号通貨のなんかね一夜明ければ億万長者の世界だみたいな派手な部分もありますしでもそれとは裏腹にカルドネーダの緻密さとかね も特にこのカルドネイダの開発をされたチャールズ・ホスキンソンさんはイーサリアムの開発をされていたその中心人物でもありましてねやっぱりこう世の中にいろんな方がいるけども30億人のまだ自分の財布も持たない身分証明書も持たないようなそういった方に向けてこのカルドネーダを助けていきたいということで。あのー でテッドっていうね、トーク番組ね、有名な番組で話されていたのを、私も非常に感銘を受けましたね。はい、ということで、もう買うしかないですからね。もういくらとか野暮のこと言いこなして、まず買ってください。もうあのね、何をケチるかっていうと、もう知識をケチっちゃダメですよ。特にこういった、あの、新時代の知識はね。新時代っていうよりも、もう今、今この瞬間の知識ですよ、カルダネイドは絶対にこの動画を買ったら、あの、見たらですね、アマゾンで注文してください。では。